どうもお疲れ様です。まひめ大学の特別講義です。そっかち黒久保がお届けします。今回はネットビジネスで一番稼ぐ方法というタイトルでナミさんから動画をいただきました。私も同じようなことを聞かれたと思って私なりの回答を3つのセクションに分けて申し上げたいと思います。まず1つ目ですけどもネットで最も稼ぐためにやることなんですけどもあなたの特技を売ることですね。これが一番よろしいかと思います。 特技っていうのは結局商品を買う人って少しでも優れたものが欲しいんですよ。その時にあなたが自分の苦手なものを売るよりも得意なものを売った方がお客様としては受け取るサービスのレベルが高いんで満足されて信頼をされて売れるってことになると思いますしリピートも見込めますよね、まあ、ですんで自分の特技は何なのかなとお金をもらえるぐらい特技だと言えるものは何なのかなっていうふうな自分の棚卸しをすることになりますそれが見つからないと 一体何を売ればいいいいいのか私が聞きたいぐらいになっちゃいますねですのでもし自分でわからない場合は私とのコミュニケーションを増やすことによってあなたはこれでいきましょうという戦略をこちらから立てることもできますこれがコンサルですですのでコンサルを受けてくださいっていうふうなことになりますねはいそれではねもう一つの方法なんですけども自分の好きなものを売ることですよね自分ののの好きなものっていうのは もうモチベーションが最初からあるわけなんでその商品の良さを伝える、まあ、その心理が最も働きやすいんですよあとねネタが尽きないですね好きなものなんでだからいくらでもネタが出るぐらい好きなものを商品にするとよろしいかと思いますそうするとお客様から問い合わせがあっても自分の好きなことに対して答えるわけなんでもう朗々とね楽しく答えることができると思うんですよですんでこれが信頼関係の構築になってサポートも楽ですしね リピートを見込めるるものになるかと思います第1番目のセクションのお話っていうのはまずは特技は何ですかっていうことですねあなたの特技を売りましょうもしくはあなたの好きで好きで好きなものを商品として売りましょうっていうことになりますまあ例えばねここに「はじめの一歩」っていうボクシング漫画がありますこのボクシング漫画が大好きで大好きでしょうがなかったらこのボクシング漫画のキャラクター一人一人のサブストーリーを商品化するっていう方法もありますし この時この主人公はこのライバルに対して本当はどういう思いだったのか私なりの考察を売りますということでそういったサブストーリーを売るってことにもできると思うんですよだから好きならねいくらでも縦から横から斜めからいろんな方向から切り込んでいけるんで無限に商品ができるっていうことになりますはい、では2つ目のアドバイスになってきます一番稼ぎたいもののこの言葉に対してなんですけども一番稼ぎたいってのも結構曖昧な表現なんで何 一番早く稼げるものは何ですかっていう質問と一番たくさん稼げるお金がね、これは何ですかっていうのに二つに分けてみましょうか。多分どちらかっていうことでしょう。で、一番早く稼ぎたいなら私はね、次にこういうことをね、聞いてみたいと思います。一番早く稼ぎたい。じゃあ具体的に誰に売るか決まってますかってことなんですよ、ね。もうすでに買い手が決まっているものって集客の必要がない。で、対象のリサーチの必要がない。 そうすると商品も作りやすい。だから一番早く稼げるってことになると思うんですよ。例えば自分のお母さんが肩が痛い、肩が痛いって思ってるとするじゃないですか。言ってるとするじゃないですか。そしたら肩たたき券を、例えばね、1000回分とか15分分、300円で売ってみてください。多分喜んで買ってくれますよ。どうでしょうかね。売れやすいでしょ、こういうのって。だからこれをお母さんの肩たたきじゃなくて、他の人に何々っていう風に変えるだけですから。じゃあ隣の方の庭の草むしり、 1> 1時間 3, 円でチケットを持って売りに行けばいいんでですよ。でもいきなり言ってもダメですよその人の関係性とかその人のニーズが捉えてないといけないんですよですんで誰に売るか決まってなかったらこれは時間かかりますよ、ね、だって誰が何を欲しいかリサーチしないといけないんでですんでネットで一番早く稼ぐ方法はって聞かれたら誰に売るか決まってますかそれが決まってたら一番早いですよっていうふうな回答になりますで自分でい対象顧客がわからない方は じゃあちょっとあなたのことをもっと掘り下げていきたいんでコンサルをしましょうかっていう話になります私のコンサルを購入してくださいってことになりますよねだって誰に売ればいいか決まってないわけでしょ困ってるわけでしょじゃあそのお困りごとを私解決できますんで私のコンサルを買いませんかってことになりますよねだって自分にできないことを他者に頼むわけですからそれはお金かかりますよって話ですまさにそれを今度はあなたがしようとしてるんでしょ 自力で何ともできない人に対してビジネスを提案してお金で自分の能力を買ってもらおうとしているのがこれビジネスですからこれはだからね持ちつ持たれつある時は自分がビジネスをお願いしてある時は自分がビジネスをお願いされてっていう関係でこのマーケットというのは出来上がってますからね、はい、で今度はね一番たくさんお金が稼ぎる方法を知りたい方に対してですけどもあなたはいくらの商品だったら売る自信がありますかってってことになっちゃいますだって一番高く稼ぎたい時に 商品の価格が30円だったら、なかなかこれでね、100万円稼ぐのは難しいですよ。でも、10万円の商品を売る自信がある、もしくは売ってきた、そういった経歴があれば、100万円ってのは10個売ればいいんでしょって話になりますよね。もしくは、10万円の商品が売り慣れてるんだったら、15万円をなんとか売るように考えていきませんかっていうこともできるんですよ。ですので、一番稼げる方法は何かって言われると、やっぱりあなたの能力がどの辺にありますかっていう、この質問をこちらからしなければならないんですよ。 で、それに対して、自分はいくらが売れるのか分かりませんってことでしたら、じゃああなたのことをもっと掘り下げていきたいんで、私のコンサルを受けてくださいって相談に乗りますよってことになります。そうすると、あなたの能力の診断が専門家としてできますんで、解決方法は見つかりやすいってことです。ね。なんとなく頭が痛いな、なんとなくこの辺がムカムカするなっていう時に病院に行くでしょ。お医者さんは、他人である私の健康診断ができるんですよ。しかもデータをもとに正確に。 そうすると、そのお医者さんにお金を払って、わざわざ出かけて行って、診断を受ける。つまり、コンサルしてもらうわけなんですよね。それと同じことをビジネスに関しましては、私はあなたに対してできますよってことなんで、早く治療に来てください。コンサルを受けてくださいってことになります。はい。で、以上ね、二つの分野に分けてお話し,しましたけども、いや、どっちとも久保さん、話はわかるんだけども、そういうんじゃないんだ。そういうんじゃなくて、ポンポンポーンってなんか、この作業 ABC ってやったら稼げる方ないですかって言われたら、ありますということになります。 それが伝統的な A8 ネットのセルフバッグだったりとか、モッピーっていうポイントサイトだったりとかね、ファンクルっていうふうな覆面調査員の仕事だったりしますよ。いや、これは作業の通りにやったら、いくらっていう報酬が振り込まれますんで、今ね、私がお話したような、特技を売る必要もないし、好きなことをやんなくてもいいし、で、一番稼げる方法っていうのも別に束縛されませんのでね。まあ、作業をポンポンポン ABC ってやったら、はいお金って感じで出てきますんで、 まあ本当サラリーマン的にネットビジネスで買っていきたいんだったら A8 ネットモッピー、それからファンクルとか、ね、みんなの銀行とかやればいいんじゃないですかそれ作業に対していくらっていうふうにもう約束されてるんで、うん。まあ稼ぐっていうのはちょっと違うと思いますけどもね。でもお金にはなりますんで、えー、大体のどのぐらいの手間でお金になるかってことは目算がつきますんで、これでもいいんじゃないかなと思います。いや、久さん、そういうんでもないんですって方、そういう方は諦めてください。もう他に方法ありません <laughs>。この3つ以外で、 稼げたことは私もありませんので、稼げませんということになります。まあ、あるとしたら。ポンジスキームを流行らせることぐらいですかね。それじゃ、いってらっしゃい。